皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は、やり直し算数小学校6年分数の掛け算の2回目です。やり直し算数というのは、今まで学習した内容について、その大切な部分を、確認復習するための動画です。小学校5年生の時に学習した整数×分数、分数×整数という掛け算も、分数同士の掛け算と考えて計算することができます。では実際に確認してみましょう。例の1、2×5分の3、2というのを1分の2と考えます。1分の2×5分の3、こう考えると、分母は分母同士、分子は分子同士、こんなふうに考えて5分の6という答えを導くことができます。はい、2番は今度対分数のある掛け算なんですけど、対分数というのは一度仮分数に直してから掛け算をします。対分数を仮分数に直すときには、この分数の前にある整数の部分、この1と2分の1ですと、この1の部分ですね、それをこの分母の2とかけて1×2、答えは2ですね。その答えをここの分子の数に出したくまして、こちらですと2個18と計算して、その18+2、それが分子の数になるというわけですね。ですからこの場合は2分の因2が2、2足す1で3、かける9分の2く18、18足す2で20、こんなふうになります。これを、前回学習したものと同じように考えて、分母は分母同士、分子は分子同士で掛け算します。ここでは約分できるので、2と20、3と9を約分します。2は1、20は10ですね。これは3で約分して1、3で約分して3。分かる人はですね、ここの部分でも約分しちゃっても構いません。で、因3が3。1×10 は10。答えは3分の10。ということになります。ではもう少し、練習問題。3問使って、理解を深めたいと思います。7は、1分の7って考えるんですね。かける5分の4、そうすると1×5、これは分母の掛け算で、分子は 7×4、 そうすると答えはインコが5、7×4=28、5分の28、こういうふうに答えが出てきます。今度は、新分数と対分数の掛け算です。新分数はそのまま7分の6ですが、対分数は仮分数に直しますね。この前に出ている4という整数と分母をかけて試算12、掛け算して出た答え12をこの分子の2に足してあげます。そうすると3分の12足す2で14、こうなったら普通に分母は分母同士、分子は分子同士で掛け算をします。ここで約分できるかどうかを確認すると、7と14、6と3が約分できますね。ですからここで約分をします。7で約分できて1、7で約分すると2、3と6は3で約分します。3で約分すると1、6は3で約分して2と、こういうふうになりますね。そうすると因1が1、2人が4ですけれど、1分の4は整数ですから、答えは整数の4ということになります。はい、最後は、対分数同士の掛け算です。対分数は仮分数に直してから計算します。こ
この整数と分母をかけて C1 が C、それに分子の1を足します。4たす1で5かける、2と10をかけて2かける10で20、20たす2で22ですね。そしたら分母は分母同士、分子は分子同士。明るい人もさっき言ったようにこの状態でもどんどん約分して計算しちゃって構いません。はい、約分します。4と22は2で約分できます。2と11になりました。5と10は5で約分しますね。と分母は2人が4、分母は 1×11 で11、答えは4分の11ということになりました。もう一度確認すると、この整数というのは、1分の x という分数に直して計算することができます。対分数は過分数に直してから掛け算をします。対分数を過分数に直すときには、この対分数の前にある整数の部分と分母を掛け算して、そして掛け算して出た答えと、最初から分子に載っている数を足してあげる。そうすると、対分数が過分数に直すことができます。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。